ジョン・ディキンソン、ジョン・ディキンソンは連続で髪をすく機構を発明したイングランドの発明家、実業家。ハートフォードシャーのアプスリーとナッシュビルズに製紙工場を建設し、ジョン・ディキンソン文房具社を設立した。ディキンソンがナッシュビルズの丘の中原に建てた家は、後にアボットヒル学園の校舎として使用された。1782年、ジョン・ディキンソンは、 イギリス海軍隊位トマス・ディキンソンとその妻、フランシスの長男として生まれた。トマス・ディキンソンはイングランドのウーリッチで兵器輸送の最高責任者を務めており、フランシス・ディキンソンはフランスのスピタル・フィールズの絹織職人の娘であった。ディキンソンは15歳の時にロンドンにあるハリソン及びリチャードソンの文房具店に見習いとして入り、7年間をそこで過ごした。 1804年、ディキンソンは書籍出版業組合に加盟し、シティオブロンドンで扱われる文房具の取引を始めた。ディキンソンは大砲の爆薬等についての新たな構造を考案し、論文として発表した。この大砲は発射後に火種が残ることがなく、大砲内での偶発的な爆発を防ぐことができた。ディキンソンのこの大砲はイギリス陸軍によって採用され、 ナポレオン戦争において大きな成果を上げた。技術革新の時代、紙をすく作業を手作業から機械へと置き換えようという試みはヨーロッパ各地でなされていた。1798年にはフランスのルイ・ロベールが連続消止が可能な長毛衝式を発明し、その後1808年にイギリスのヘンリー・ホードリニアがこれを実用化した。ディキンソンは1809年。 少子機械の設計に関する特許を取得した。同年、ディキンソンは投資家のジョージ・ロングマンから財政支援を受け、ハートフォードシャーのアップ3で製粉所として使われていた工場を購入した。その工場は前の所有者によって製紙工場として改築されており、売り手のジョン・スタッフ,フォードはディキンソンの文房具店の仕入れ先業者であった。ディキンソンは 工場内の機械をすべて自分が設計したものに置き換えた。ありがとうございます。